と思ったらです、どうですか皆さん、ちょっとずつね元気になってきているかなと思います。今回もこれをやっていきましょう。頭を空っぽにするレッスン、皆さんね、毎日ねご参加ありがとうございます。コメントもね読ませていただいているので、ちょっとずつ続けてみてほしいと思います。さあ一緒に元気になっていきましょう、ね、ちょっとずつ良くなってくると思うので、元気になって皆さんもね好きなことをやっていってほしいと思います。じゃあ今日はね早速やっていきます。10分間やっていきます。瞑想ね、はい、マインドフルネス瞑想10分間やっていきます。え、まあ7つのステップがありますと。まず背筋をちょっと伸ばしてください。はい、でその後にこうタイマーを10分間設定します。これは僕がやります。で5回深呼吸します。瞑想を始める前にマインドフルネスの呼吸瞑想をする前に5回深呼吸をします。はい、で体の状態、体が椅子についてるかなとか、お尻がついてるかなっていうところに意識を向けてください。はい、で体がリラックスしている状態を作って呼吸を整えます。で呼吸を整えて鼻で吸って吐きます。で鼻で吸った時に1とカウントします。で吐いた時に2、吸って3、吐いて4、吸って5と続けて10まで続けます。10まで続けたらまた1から数を数え直します。その時にずれると思いますけども、自分が数を数えよう、呼吸に意識を向けようとするんだけどもずれると思います。意識がずれていくと思います。不安だとかね、怖いこととか、過去のこととか、そういったものに意識を取られてしまいます。そうしたらまた戻してください。戻した時に脳が鍛えられるようになっているので、そういったトレーニングになります。で最後に20秒間ボーッとして、その自分の頑張ったことをノートに日記として書いて、チャレンジ日記として書いて終わりという感じですね。じゃあ早速いきましょう。はい、10分間やっていきます。まず、座っていただいて5回深呼吸します。吐いて、鼻で吸って吐いて、鼻で吸って吐いてと、はい、5回しました。それでは10分間やっていきます。数を数え続けてくださいね。アドバイスは目を閉じながらやってみてください。で目を閉じながらやりながら僕がアドバイスをしていきます。はい、手はどこでもいいです。はい、で怖いなと思う方は目を開けたままでも問題ありません。はい、息を吸って吐いて、息を吸ったタイミングで1とカウントをして、吐いたタイミングで2とカウントする。3、4と続けて10まで数を数えてください。10まで数えたらまた1から数を数えてください。吸って吐いてを続けてください。鼻で吸って鼻で吐く、もしくは鼻で吸って口で吐く。意識がずれたらまた元に戻します。戻すときに脳が鍛えられます。吸って吐いてを続けてください。
意識がずれたら元に戻します。戻した時に脳が鍛えられます。難しく考えず、ゲームのように挑戦してみてほしいと思います。ただひたすらに自分の考えていること、体の状態、今起きていることに意識を向け続けます。吸って吐いてを続けてください。意識がずれたら、ずれたことに気づいて、また元に戻します。ずれたことを評価せずに、いいとか悪いとか評価せずに、ただただずれたことに気づいて、それを眺めるように、遠くの方から雲を眺めるように観察して、また呼吸を意識に戻します。そうすることで流れてきた雲が、青空の中で流れてきた雲がどこかに消えてしまうように、自分の不安だとかそういったものも現れては消えて、現れては消えてしていくことに気づけると思います。吸って吐いてを続けてください。毎日なるべく同じような時間帯に、朝一番に日の当たる場所で、窓際でこのマインドフルネスの呼吸瞑想を続けてみてほしいと思います。名前はちょっと変わってますけども、マインドフルネス、今に集中するということ、瞑想、自分を観察するということだけなので、簡単に言うと呼吸に意識を向けて自分を観察する、それをマインドフルネス瞑想って言っているだけなので、難しく考えずにただただ観察を続けてみてほしいと思います。吸って吐いてを続けてください。
自分のために時間を作って、自分のために自分をリラックスさせてあげてください。まずは自分を元気にしてあげてください。鼻で吸って、鼻で吐く、または鼻で吸って口で吐く、意識がずれたら元に戻す。戻した時に脳が鍛えられる。そして数を、呼吸の数を数え続けてください。吸って吐いてを続けてください。はい、10分間経ちました。皆さん少しずつね慣れてきましたね。こうやって毎日続けてみてほしいなと思います。で、じゃあ20秒ほどぼーっとしてください。ちょっとずつねやっぱり瞑想も慣れてくるんですけども、毎回こういうことを初めて挑戦するかのように、初心に帰ってちゃんと呼吸に意識を向けられてるかなとか、数えてずれていっていないかなっていうことに常に意識を向けていってください。自分できるなと思ってしまった時点でちょっと意識がねずれてしまうので、常に自分に意識を向けて数に数えて、その数からずれたら戻す、戻したら脳が鍛えられる。ちょっとずつこの意識を向ける時間が長くなって、意識を向けられる時間が長くなるので、その時間を長くして、ずれたら戻す、戻す時間も短くなってくるんですよね。そうやって自分を、脳みそ自体を強化して、開発質の量を増やしたりとかして、自分のやりたいことをやっていってほしいと思います。ちゃんと集中力もこれで鍛えられるので、今度何かに挑戦しよう、元気になったし何かに挑戦しようと思ったタイミングで、本を読もう、勉強しようと思った時に、そこに意識を向け続けられるようになるので、元気になって、そこから自分が目標に向かっていく時間自体も短くなるので、ぜひね、ものにしてほしい技術ではあります。ツールってね、この本にもそうなんだけども、瞑想っていうのはツールだよって書いてあります。変に神秘的なものとかで全然なくって、道具だよと書いてあるんだよね。これと同じで、自分が使える技として、特技として、簡単に感じで捉えてね、挑戦していってほしいと思います。はい、はい、こんな感じです。じゃあ皆さん日記を書いてください。日記を書いてください。チャレンジ日記ね、今日は8月のうんたら日、ちゃんと自分の成長記録を残してください。8月のなんとか日ね、見開きのノートのこの辺りに書いてください。はい、で、朝、夜されている方は夜でもいいですよ。トレーニングと。した。瞑想したでもいいです。問題ありません。このように書いてください。映ってるかな？はい、書いてくださいね。で、リラックスどれぐらいできたのかな？リラックス。6点だとか、で、はたまた集中、今日はよくできたな、7点、はい、こんな感じで書
書いてみてください。でここに加えるとしたらストレスとか不安とかね、書いていってもいいと思います。それは自分で10段階の点数をちょっとずつつけていってほしいと思います。でこれがどんどん溜まっていくと自分の成長記録になっていきます。でなぜこうやってね点数を書くのかっていうと、何回も言いますね、皆さん初心に書いていってほしいので、7点とか、6点とかなぜ書いていくかっていうと、この点数っていうのが続ければ続けていくほど、初めは2点だったり3点だったり急に5点になったりして、でもまた次の日に2点になったりするわけですよ。でも続けていくと3点3点2点3点3点ぐらいとか、4点4点3点4点4点とか、安定して少し高い水準でリラックスできたり集中できたりしていくんですよね。でもこれってこういうふうにノートにちゃんと残しておかないとうまくできてるかなと、自分がどれだけ成長できたかっていうのがわからない。暇の時にパラパラパラってめくることで、そうやってあ、いつもよりうまくできてるじゃんと改めてこうやって実感できるので、しっかりと残していって自分の成長記録を取っていってほしいと思います。でこういったノートってのはしっかり取っておいて、自分が何か別のことに挑戦するとき、元気になって新しいことに挑戦するとき、そのときにまた新しい壁がね出てくると思います。そのときにちょっと見返したりして、こういうふうなものを見返したりして、あの頃も乗り越えられた、次も乗り越えられるかもっていうふうにこの後押ししてくれるものにもなったりするので、ね、この辺に番号とかつけておいてしっかり残しておいてほしいと思います。で大切な人にも、なんだろうな、こういうことこうかあったよっていうのを具体的に見せてあげる、自分もこれだけやったよっていうのを見せてあげるためにもたくさんノートを取っておいて、でこの時にこういう苦痛があった、こういう難しいことがあったから、こういうふうにやってみるといいかもって、こういうふうにね、さっきノートのこっち側を開けているっていうのはそういう意味があって、後で書き加えたりとかメモをしたりできるように加えてあるんだよね。ここを使って自分の大切な人にこういうふうにやってきたよ、やってみてねっていうふうに伝えられる。たくさんノートがあっていっぱいやってきたんだなって、その自分の大切な人に伝えられたら、その人もちょっとやってみようかなっていう気がね起きてきて、挑戦してくれると思う。でもこれが何もなかったらいいよって言われたって怪しいなとか思ったりすると思うので、ね、ちょっとずつやってみてほしいと思います。で何よりも自分のためにたくさん記録を取っていってほしいと思います。てな感じでね、また明日の朝お会いしましょう。ちょっとずつ良くなるので、ちょっとずつ続けてみてほしいと思います。はい、それでは皆さんの顔がこのパチコリからリラックスからニッコリに操作できるように、自分でコントロールできるようにやってみてほしいと思います。てな感じでね、また明日の朝お会いしましょう。またね、楽しんでやってみてほしいと思います。